寿司にしましょうか寿司寿司ね寿司って面白いですよねなんかあの握った瞬間は価値あるというかねまあ例えば回転寿司もそうだと思いますしなん何でもそうだと思うんですけど1日回転寿司回った寿司って100円でもカピカピで100円で安くてもカピカピだったら食いたくないですよね銀座の高級回らないお寿司で1貫1000円とか2000円とか3000円の食ったとしても まあ、握った瞬間はその3000円とかの価値があったとしてもそれが1日経つとねカビカビに腐ってたら、まあ、3000円の価値は一瞬でなくなっちゃうんですよねだからその瞬間しかやっぱ価値がないっていうのがこれすげえやっぱ大変な商売だなと思いますねお寿司とかその生物とかはねで生物って生鮮度が一番やっぱねそのいいじゃないですかもちろんその干し物とか熟成させた方がうまいっていう その調理の仕方もあるんだけど寿司の場合はもう寝た新鮮度が命の部分あるじゃないですかだから寿司って大変だなと思いますねうんでしかも、まあ、今回ねスシ、まあ、ローのいろいろありましたけどもんその鮮度優先鮮度じゃないですかで売れなかったらもう全部廃棄ですよねてか廃棄するしかないですよねもううんだからもう売れない廃棄売れない廃棄売れない廃棄 でも売るために鮮度いいものを仕入れて出さないといけない。でも売れなかった廃棄。でも売るためにはまた鮮度のいいものを仕入れないといけない。廃棄。もちろんまあスシローさんとかチェーン店の場合はまあもちろん全部冷凍だとは思いますけど、まあそうは言ってもって話ですよね。うんまあ、う僕はやっぱ腐らないコンテンツビジネスっていうのは一番いいと思いますからデジタルコンテンツを扱うっていうのが本当にその個人がこう一人でやっていくにはめちゃめちゃいいと思いますね。うん。いってらっしゃい。